はい、西村です。よろしくどうぞ。今日はね、めっちゃ個人的な話をね、ちょっとさせてもらおうかと思います。私に興味ない方は、聞いていただかなくてもいいです。もう、そんな全然大した話ではないです。私にちょっとした、持病というほどのことではないんですけど、まあ、ちょっと症状を持っているものがありまして、それで今ちょっと、結構傷んでるのがね、まあ、腹立たしいんで、ちょっとね、皆さんに聞いていただいて同情してもらおうと思って、動画を撮っております。何かっていうと、今めっちゃ歯痛いんですよ。ね、でもね、虫歯じゃないんですよ。確かにね、虫歯の痛みも我慢できないレベルで痛いですよね。虫歯痛いのってほんま、もう自分で歯もうちぎって捨ててしまおうかって思うぐらい痛いですもんね、虫歯の。でも、あれとはやっぱ種類の違うね、痛みがあるんですよ。で、症状がね、あったのは2年前ぐらいからなんです。割と最近なんですよ。ずっとではないんですよ。で、最初、自覚症状があったのはね、顔を洗ってる時にね、顔を洗ったら、まあ顔をちょっと触りますよね。顔を触ってる時に、もう、歯、奥歯ね、左の奥歯なんですけど、上のね、もう、激痛走ったんですよ。なんやねんっていうね。で、まあ、どう考えても歯が痛いんで、もう明らか歯が痛いんで、歯医者、ね。その時ちょうど虫歯のね、詰め物がちょっと取れたりとか、ちょっと歯をね、いろいろ治療して、そのセラミックの歯つけたりとか、まあそういうのでちょっと歯医者行ってたんで、話したんですよね。そういうことがあったと。そうそう。今思えばね、歯医者さんが一番良心的というか、ちゃんとしてたんですけど、まあ、いろいろ治療あるから、じゃあそれ終わったら検査をしようと。ただ、洗顔で歯が痛いとか普通じゃないと。そのレベルから歯に来るってなんか変やから、ちょっといろいろ検査をしてみましょうねって言いながら、全部普通に虫歯の治療終わったら、私、なんか知らん間にその症状消えてたんで、もうめんどくさくなっていかなくなったんですよね。もう私が悪いんですよ。あの時もっとちゃんとしとけばよかった。で、半年ぐらい経って、なんかまだ似た症状がピッキーン来て、前回よりも明らかひどくて、もうちょっとね、我慢できないレベルになってきたんですよね。でも、なんか確かに虫歯とは違うんですよ、痛み方が。でも、まあ、痛いんで、歯が痛いんで、歯医者行きますよね。で、次行った歯医者が、はいって感じでね、見ていただいたんですけど、別にね、悪い歯医者さんではなかったんですよね。ただ、まあ、知覚過敏というふうにもう最初から断定されたんですよね。もうそれ以上何も見る気まで。だからパッと見、多分、歯医者的には何も問題がなかったんでしょうね。で、痛いって言ってるんで、まあ、知覚過敏だろうという、そういう診断ですよね。それ以上の深いところまでいかなかった。で、まあね、知覚過敏で、用の歯磨きでね、しっかり磨いて、やってもらったら治っていくと思いますんで、みたいな感じで、知覚過敏のその試供品の歯磨き粉とかめっちゃくれたんでね。まあ別に悪い歯医者さんでは なかったんですけどね。ただ診断はちゃんと出てなかったんですよね。でもね、もう知覚過敏のレベルじゃないんですよ、やっぱ痛みが。知覚過敏の歯磨きでしばらくね、磨きましたけど、そんな、なんか、これでいいんかなって思いながら、もう激痛に耐えて、そんなしたのおかしいから、念のために、やっぱね、セカンドオピニオン的な感じでっていうことで、もう一件行った歯医者はね、もうほんま、これの亡者で、行ったらね、痛いって言ってるところね、まあ、そこもちょっと虫歯の詰め物してやったんで、ちゃんとなってるんですよ。ちょっと外してみましょうかって、外して、仮の詰め物に変えよるんですよ。まあ、外して、半ばと見て、まあ、どうなんかな、みたいな感じで仮の詰め物にして、仮の詰め物にすることで、まあ、通わせようってことですよね。で、ちょっとまあ、様子見ましょうか。何も、だから要は診断つかへんのにね、詰め物変えて様子見ましょうかとか、ほざきよって。で、まあ、その様子見てる間にね、歯のクリーニングしましょうか、みたいな。それ、わかりますよ。ね、ちょっと歳も行ってきたらね、歯に歯石がついたりしてね、それまあ除去したりしてね、ケアした方がいいと、それは分かりますけど、こっちのね、都合を無視してね、やりよってね、ほんま、歯医者潰れたらいいのにって思って見てるんですけどね、めっちゃ繁盛してるんで、めっちゃ腹立ちますけどね、商売うまいですよ、本当にね。
で、まあもう そんなんなんで、もうだってね、急性、慢性的なもんじゃなくて、明らかに急性の痛みを訴えて言ってるんですけどね、様子見ましょうかっていうことで、歯石の掃除に入るっていうね、とんでもないと思いません？もう。で、もうええわ、ちょっととりあえず、まあ、歯医者に見れるもんではないんだなと思って、ちょっと考えたんですけど、まあそうなってくると、俺はまあ歯の病気ではないんではないかという疑いですよね。でまあ歯科医が診断してくれないんで、自分でちょっと診断つけようって、まあ、ちょっと考えたんですけど、まあ、そう、歯でないのに歯が痛いってなったら考えられるのは、まあ、神経しかないんですよね。そうなってきて調べたら、はぁはぁはぁと、やっぱ三叉神経痛というのが、そこで浮上してきたと。うん。で、三叉神経ってあの脳から出てる、嗅いでみるの動く箇所、脳神経の5番目、まあそのどうでもいいんですけど、脳神経がね、こう3つ枝分かれして、その目と上顎下顎出てるこの神経があるんですけどね。うん、それの、ここに来てる神経で、痛むっていうのがね、あるんですよ。うん、で、その何かっていうとね、その脳、要は脳神経、脳から出てる末梢の神経なんですけどね、その神経のところにね、血管が触れると、要は、その本当に痛い原因があるとかないとかではなくてね、その、あたかもそこが痛んでいるかのような信号が脳に行っちゃうということですよね。それで、まあ、いわばファントムペイン的な感じですよね。その、なんか、何ですか、手とか何かでその切り落としてしまって手はないのに手が痛むみたいなもんですよ。だから、歯が実際にそこで何か痛みが起きてるわけではないんだけど、血管がね、その神経に触れることによって、その、そういう信号が行っちゃってるってことなんですよね。うん。っていうのを自分で、まあ、おそらくそうだろうと診断を自分でつけて、ちょっとあのね、知り合いの方、その脳神経外科のね、あの方に見ていただいたんですよ。ほんなもう、そうだろうという診断がついたんですよね。いや、それがまあ、去年1年半ぐらい前ですよ。で、そっから、まあ、痛みがね、幸い、もうその24時間ずっと続いてるとね、さすがに我慢できないんで、もうちょっと手術でもしようかっていう感じにはなるんですけど、まあ、その時もめちゃくちゃ痛かったんですけどね、2、3週間もしないうちに収まったんですよね。うん。それまでは、ちょっとペインクリニックでね、その、お薬もらって、ちょっと服用してたんですけど、この三叉神経痛一応、治療の方針はいくつかあって、投薬治療と、ブロック注射っていうのと、ほんで、まあ、手術っていうね、まあ、他にもちょっといろいろ放射線でとかあるらしいんですけど、基本的にはこの3つなんですよ。で、投薬はもう私できなくなっちゃったんですね。その三叉神経痛は、特効薬としてね、カルバマゼピンという、まあ、薬があるんですよ。商品名だとテグレトールという名前がついてますかね。うん、抗転換薬なんですけど、別に私転換持ちではないんですけど、要は、その、信号をね、脳のその信号ね、それが伝達されるのを少し抑えるということですよね。だから痛みがもうビンビンいっていうのを抑えると。だから痛みを抑えれるのはいい香りに、ちょっと頭ボーッとするんですよ。で、実際ちょっと飲んでた時ね、もうほんま酔っ払ってる騒ぎではないぐらいもうフラフラになってるんですよ、飲んでる時。まあ、薬の量もちろん調整しながら増やしたんですけどね。でもちょっと効いてるかどうか微妙。まあでも確かに痛みはなんかマシになってる気がするみたいな感じでその薬飲んでたんですけど、まあ結局なんでダメになったかというと、ジンマシンが出て、アレルギー出ちゃったんで、まあ、薬でもアレルギー出たらもう飲めないですよね。だからその特効薬は飲めなくなったと。まあでもどっちみちね、飲んでるとぼーっとしてなんか思考力がすごい鈍ってたんで、まあなんかこれ飲み続けるもんじゃないなとは自分でうすうす思ってたんでね、まあ薬飲めなくなったらもいいんですけど。で、あとはそうなったら、何ですか、ブロック注射っていうね、注射をするか、手術をするかしかないと。で、ブロック注射っていうのは何かっていうと、痛みが脳に行くところね、その神経のところにね、その麻酔を注射してやったら、行かなくなると、信号がね。で、痛みの信号を行かなくすれば痛くはなくなるわけですよ。ただ、それが完璧にピンポイントでコントロールできる感じでもなくて、その、他のところ、それ以外の部分にもね、ちょっとなんか微妙に痺れが残って違和感が出たりとか、いろいろあるらしいんですよね。で、そうなってくると、それは、やっぱりその、あんまりその、最善の方法ではないんですよ。うん。だから、その、めっちゃ痛いねんけど、例えばね、お年寄りとかでも、そんな、頭開けて手術をするほどの感じでもないと。で、ちょっとしびれが残ったって、とにかく痛み取れればいいや、みたいな。私が今90歳だったらもうブロック注射しますよ、それはね。絶対手術はしないでしょ、おそらく。うん。ただ、私、そんな、まだ90じゃないんですよ。
まだ人生これから結構いろいろあると、ね、信じてます。もうちょっと長生きするつもりなんで。うん、そうなってくると、まあ、手術っていう方法しかないわけですよ。ね。うん。で、だから手術をするかどうかっていう判断なんですよね。で今現状出てる症状と、その手術のリスク、ね、そんなにめちゃくちゃ難しい手術ではないですけど、それなりにリスクはあると。その三叉神経の場所が結構深い場所なんでね。やっぱりそこに至るまでに、まあ、大事な神経がいくつかあるとこを越えて、その、ね、していただかないといけないので、それなりに、やっぱその手術の腕、熟練度っていうのは求められる手術だと。うん。で、まあ、そうですね。まあ、多少のリスクがやっぱあるわけですよ。それによって何か、そのね、神経、他の神経の部分でちょっとした後遺症が出る可能性があると。そうなってきたときに、まあ今は別に、そうなんですよね。だいたい半年に一回ぐらいとんでもない痛みが来るんですけど、それは別に今、もうずっと続くような痛みではなくてね、その、ほんまに痛い、その発作みたいな、発作というか、まあだから血管が当たってるってことなんですけどね、そうなったときは、喋ってるときに、口の中でね、そのベロが動いてるの、その振動でもう、歯がもう、歯に張り付き刺されてるぐらいの痛み走るんですけど、何でもない時は何でもないです。しかもそれはね、数秒しか続かないんですよ。なんか微妙でしょ。もう耐えられへんぐらい痛いのがずっと続いたら手術踏み切るんですけど、なんか痛いは痛いけど、そんなね、我慢できるギリギリのとこつっついてきよるんですよね。どうします皆さんだったら。手術します。めっちゃ、悩ましいんですよ。うん、だまあこの感じで、まあ、半年に一回ぐらいちょいちょい痛い感じで済むんなら、まあ、一生付き合っていく痛みなのかなっていう気もせんでもないんですけどね。でもまあ、ほっといて、痛みが結構増してきて、そのね、年いってきて、年齢いっておじいちゃんだって手術できなくなったりするのも、あれなんで、それだったら若いうちにね、さっさと手術しとくも、てえかなっていう気もせんでもない。ね。でも、ね、皆さんどうですか？多分ね、その、やっぱ頭蓋骨、その頭蓋骨ですか？その、頭開けて手術するって若干やっぱ抵抗あるでしょ？うん。ね。まあ別にね、もう、そうなったらなったりしますけどね。ちょっとまだ迷ってるんですよ、そこね。そんな感じのちょっとどうでもいい話でした。でね、ちなみにこれ去年、そのいろいろね、診断ついた時に、MRI も取ったんですけどね。MRI 皆さん撮ったことあります？あれ、私、全然、何の覚悟もなくフラフラっと言って MRI 撮ったんですけど、撮るときに、閉所恐怖症じゃないですかって聞かれてね。若干確かね、閉所、嫌な感じはあるんですけど、まあ、そんな言うてええ音ないし大丈夫やろって言ったんですけど、結構、ね、撮るシーンとかなんかね、テレビで見たことあるでしょ、機械の中ね、穴開いてるところに、寝そべってずーってそこでウィーンって入っていく感じですよね。で、入っていくと確かに本当に、もう閉鎖された空間なんですよね。で、自由に体が動かせたらいいんですけど、測定してるんでそんな動き回るわけにもいかないでしょ。本当に狭い空間でじっとしてなあかんというのが本当やばくて、どうしようっていうね。うん。もう、ただ、もう目をつぶって、もうどうでもいいことを考えながら、もうひたすら終わんのを待って、もう気をそらして、何でもないことや、みたいなので思ってて、なんとか、ね、ええ大人なんで、なんとかしましたけど、結構怖かったっすね。あれ、ちょっとね、心構えしていった方がいいっすよ。MRI もしなんか撮るってことがあったら。うん。ちゃんと覚悟していかないとね、結構怖いっすよ、あれ。そんな感じでした。というわけでね、まあ、もしかしたらね、手術ですよね。これ手術すると、まあ、復帰するのに2週間ぐらいかかるかなっていう感じらしいんで、まあ、ちょっと今は無理なんでね、もしかしたら年度が変わるようなタイミングでそういうのするかもしれないですけど、どうしよっかなっていうね。そんな感じで。ちなみに私、本当にね、痛い病気ばっかりで、痛風も持ってるんですけど、どっちが痛かったかっていうとね、三叉神経痛の痛みは多分、
瞬間風速としては最大ですよ。もうめちゃくちゃ痛いです。うん、でも、総合的な痛みで言うと、痛風の痛みの方が痛いですね。で、痛風って普通、親指に出るんですけど、私、なんか足首に出るんですよ、その痛みが。もう、そのね、痛風になって足首に痛み来た時、歩こうと思って足に体重かけた瞬間のね、もう痛み。うん、まあ、やばいですね。で、しかもその瞬間的な痛みだけじゃなくて、それがじわじわ続いたりもするんで、結構痛かったですね。ちゃんとコントロールしてれば、そんな発作は出ないんですけどね、痛風に関しては。こんな感じで、何の因果でしょうかね。痛い病気ばっかり持たされてね。でも、その痛い病気以外に特に体異常ないんですけどね。うん、そんな感じですね。うん、まあ、前世でなんか良くないことしたんでしょうかね、私なんか。うん、まあちょっとね、そんな感じで痛みに耐えながら今後もね、人生頑張っていきたいと思います。そんな感じでちょっとどうでもええ個人的な話をね、ちょっとダラダラしました。今ちょっと今治ってきたんでね、またうん、今のこの状況だと全然話はまあできるんで、またいろいろね、動画撮っていきたいと思います。というわけで、それではまたお会いしましょう。さようなら。